王貞治、ソフトバンクホークス選手たちへ大谷がなぜあんなに打てるかわかるか？王貞治氏、大谷翔平がなぜ打てるのかを研究してほしい鷹の周期キャンプ前に訓示。宮崎入り後に行われたミーティングで王貞治球団会長はエンゼルスの大谷翔平投手を引き合いに。そもそもが別次元の選手という考えは捨てて、彼がなぜ打てるのかをもっと見て研究してほしいと訴えた。才能があるからやそれ以外あるか？グーネル野球の生活してるからじゃね？睡眠時間が長いと聞いたわ。大谷並みの体格がなければどうあがいても同じところにはいけないわ。大谷の打ち方を真似してもあのガタイがなきゃ無理。定期23歳でこれやぞ。世界一参考にならんやつで草。でかくて身体能力高くて打撃センスも天才的なやつが若くして MLB に行ってあっちの先進的なトレーニングに触れたからです。体格の差はあれど、技術を分解して理解するのは必要だわね。他ならぬ同じ現役メジャーリーガーである聖夜や吉田があれと比べるのは無意味ってずっと言ってんのに、モブ選手たちが参考にして何のプラスになるんや。近藤の方が参考にはなるわ。大谷は生まれつき大谷だからな。大谷に憧れるのをやめようぜ。誰もが王貞治にはなれないし、誰もが大谷にはなれないんだよな。村上は大谷の試合、エンゼルス戦は毎日深夜でも絶対リアタイして見て研究してたらしいぞ。今シーズンなお結果はリアタイがまずいんじゃないですかね。とにかくパワー、技術動向は甘えとか言ってたような。大谷自ら技術は後から磨けばいいが、肉体はどんどん衰えていくから、まず第一に筋肉言うてたやん。タモステで王さんや近藤の話を聞いて、なるほどこれが天才の話かと思った。天才同士が数段飛びのような話をしているのを盆栽が聞いてもわからんわ。一流選手たち曰く、大谷はバットにボールが当たってる時間が長いらしいよな。意味がわかんねえ。バットの芯で捉えてバットにボールを乗せられてるってやつか。大谷より自チームにいる柳田あたりと比較しとけばええやん。野球第一で技術より筋肉よな。柳田も高校広がりからあれやし、リチャード量産しそうやが、大谷が最初から打者全振りでメジャーにも行かなかったら800本打てるのかな。ソフトバンクの選手は近藤を目指せ。憧れるのはやめましょう。体格とセンスだけじゃ無理。野球に全てを捧げる覚悟が必要。高卒で入団して二刀流で1年目から稼働、日本一に貢献して23歳でメジャー挑戦ってちょっとありえんわ。才能と体格や。参考にするなら低身長なのに打てる吉田とか森とかやろ。ほなベッツやアルプーベじゃあかんか。吉田なんかメジャーでたった15本やし、参考にすんなよ。大谷のバッティング目指すというか、大谷並みに野球やりまくるは見習った方が良いかもしれんけどな。一番難しそうやけど、そこが吉田とか山本を研究するべきなのに、大谷言ってるのおかしいやろ。そらやっぱ最高峰の真似したいやん。日本人だと確実に歴代最強打者なんやから、趣味をトレーニングと睡眠にしないとダメだな。インコース打ちに関しては完全に才能でしょ。プロ初ヒットが岸のインコースのストレートだし、あの体格のせいで肉体進行強いけど、まずは打撃技術の人やと思う。ジャッジ彼の下半身の動きが好きだ。彼のようにつま先をトンとやる動きをしてみたんだと、まさかの事実も明かした。実はこれについて試合中にボルピーと話していて、彼のようなつま先をトンとする動きがしたいんだが、まだ習得できていない。あと2年ほどかかるかな。大谷はあの足の切り返しがおかしい。一郎並みの変態技術やあれ。まあ種も大谷の足さばきについて言ってるな。翔平から得た最大のアドバイスを一つ選ぶなら、打席に立った際の足の使い方かな。下半身がブレているから、重心を下げてどっしり構えて打つようにという風にアドバイスされたことでよく覚えている。それをすることで足が力強く動き、よりスムーズにスイングできるようになる。大谷は自分の体のメカニズム理解した上でパワーつけて、そう引退したら打撃理論とかトレーニング理論の本書いてほしい。